レオ・ウィーナーはアメリカの文献学者、東欧生まれのユダヤ人。ロシア語、ポーランド語、イディッシュ語、ドイツ語、エスペラントをはじめとする30カ国語を流暢に話すポリグロットであったと言われ、旺盛な翻訳活動により、ロシア語やイディッシュ語から多数の文献を英語に翻訳した。サイバネティックスの提唱者で、数学者のノーバート・ウィーナーはレオ・ウィーナーの息子である。 レオ・ウィーナーは1862年に、ロシア帝国領の町ビアウィストクで生まれた。両親とも統計ユダヤ人であり、父はザロモン・ビーネル、母はフレーダ・ラビノビッツという。ビーネル家は、イディッシュ語で、イッチズ、すなわち、良いチスジの家であり、12世紀の哲学者、マイモニデスの末裔とされていた。父ザロモンは、啓蒙思想の信奉者で、 モーゼス・メンデルスゾーンの思想に共鳴し、ユダヤ人の共同体の改革運動に熱心に参加した。ザロモンは、レオ・ウィーナーを含む子供たちをホームスクリーリングにより教育した。ウィーナーは、中東教育をミンスク、後にワルシャワのギムナジウムで受けた。その後、ベルリン工科大学に入学したが2年時にアメリカ行きを決意する。 英両ホンジュラスに菜色主義者のコミューンを作るため、単身アメリカ大陸に渡った。その後アメリカ合衆国に移住し、ミズーリ州カンザスシティで教師として働いた。ウィーナーは1896年の年初から、ハーバード大学でロシア語、ポーランド語、古代教会スラブ語を教えるための雇われ、その後、スラブ文化学の講義を始め、アメリカで、 最初のスラブ文化学研究専門の教授になった。翻訳書に、レフトルストイ作品の英語訳、24巻本がある。ジョージ・レープル・ノイズも、ウィーナーの講義を受けた。19世紀末ボストンのシナゴーグで撮影された、ロシアから来た、ユダヤ人。ありがとうございます。